はいどうも、アダムの店頭の渡るです。本日はですね、ついに始まります革命ギグということで、すでにですね、ルール説明はしているとは思うんですけれども、まあ、ちょっと多少ね、いろいろあるイベントなんで、今日は今からおさらいということでね、ルールのおさらいをしていければなと思っております。まず、本日5月の3、4、5、6とですね、僕を含めて、うちの制作人と言われるですね、4人の男が出るわけなんですけれども、そこをですね、ポイントをつけていきまして、まあ、1位、2位、3位、4位を決めてしまおうと。で、1位は店長ということでですね、そういうルールでやっていきたいなと思っております。そのですねポイントなんですけれども、ツイキャスプレミアムライブで、チケットが発売されてると思うんですけれども、まずそのポイント、その1、まずチケットの売り上げです。金額が普通にまるっとポイントになりますからね。で、その、ポイント、プラスツイキャスで、じゃあ今から、リトルキング高谷が今日はライブをします。20時からライブをやります。そこでですね、ツイキャスはお茶爆と言われる投げ銭が入れられると思うんですけれども、それのお茶爆の金額もそのままポイントになっていきます。プラスされていきます。そしてですね、最後にライブが終わりました。22時30分からですね、 YouTube で、まあ、打ち上げということでね、リトルキング拓也が今日は生配信をやります。そこでですね、YouTube のスーパーチャットで、そこでまた投げ銭ができるんですけれども、それもまたポイントになっていきます。というこのチケット代、ライブ中の投げ銭、YouTube の投げ銭ということでですね、その3つが、ポイントになって、それが足したものがですね、ポイントになるということで、まあ一応ですね、その投げ銭とかに、まあツイキャスのチケットとかもそうなんですけれども、まあ若干その手数料というものがね、ちょいちょい実は、おのおの違うんですけれども、まあ、そこのことはまず考えずに、いただいた金額そのままを、ポイントということで換算ということでね、まあ、アダムに正確にお金がいくら入ったかというよりは、お客様のお気持ちがどれだけあったかっていうことを、優先して、決めさせていただければと思っておりますが、でですね、でこのライブには、ハンデ戦ということでですね、フライヤーとかで告知したのが、リトルキングタクヤは2倍、福ちゃんとチョメは1倍、まあ、そのままで、渡る僕がですね 0.7 みたいな書き方をしてたんですけど、まあ、ちょっと分かりづらいなと、パッと言います。一番分かりやすかったのはですね、だから 3,2,1 みたいな感じで覚えてくれれば OK で、リトルキングタクヤが今日例えば100ポイントを手に入れるとします。100です。で、それに福とチョメが勝つには200ないとダメです。リトルキングタケが100に対して福とチョメは倍の200でですね、僕もちょっとこの辺を計算してびっくりしたんですけれども、リトルキングタケが100だった場合、リトルキングタケの100に僕が勝つには、僕ね300ぐらいないといけないんですよ。ちょっと正確じゃないんですけど、ほぼほぼ300です。なんで1対2対3みたいな感じで覚えておいてくれると、だからもうちょっと今日のやつのですね、売上次第ではちょっと僕も本当に厳しいなということで、ちょっと新ルールが追加されました。YouTube の方で生配信で、生配信ありますけれども、そこは各4人がですね、おのおの誰か、まあ、ゲストで全然外部の人間を Zoom で呼んできても OK ということにしました。だからもしかするとめちゃめちゃね、大有名人を連れてこれれば、そこでドッカンドッカン投げ銭が行くかもしれない。まあ、そういうのも、こう、ブッキングのですね、センスなんじゃないかということでですね、一応、決めたんですけれども、ただまあ、どうなるんですかね。そういう人が増えると、投げ銭とかが増えるのかどうかとかは、ちょっとわかんないですよね。そういうのも、なんかそういうのも想像できるのも、ちょっと、ブッキングとしての、店長としてのですね、想像力もここ大事かなと思ってますんで、まあそのルールはやらせていただきます。そんな感じですかね。あと、おのおののチケットなんですけれども、チケットね、いつまで売ってるかっていう話なんですけど、実はツイキャスプレミアムは今日のライブが仮にリトルキングが終わっても2週間ぐらいはそのままアーカイブが残っていて、でチケットを買った人はそのままアーカイブがずっと見れるようになるんですよ。で、なんならそのチケットっていうのは、リトルキングタクヤのライブが終わっても2週間ぐらいまだ売り続けられてるらしいんですが、で、そこで買っていただいてももちろんいいんですけれども、今回のですね、この、革命ギグのポイント制にはですね、そこをリトルキングタクヤのライブが終わってからリトルキングタクヤの、チケットを買ってもですね、
それがポイントには含まれませんということにしようと思っておりまして、なんで今日の、金拓也のライブがまあ21時過ぎ、半前ぐらいには終わるのかなと思いますので、リトルキング拓也のライブが終わった時点でチケットをの売り上げを、それをあのチケット売り上げとしての最終とさせていただきます。でそうじゃないとちょっとね、2日目から何を目標にやっていけばいいのかみたいなのがね、わかんなくなっちゃうんで、まあ、その方が面白いかなと思ったんで、そういうことにさせてくださいませ。リトルキング拓也は今日の、チケットは21時半まで、まあ、ライブは8時までなんで、できれば8時までに買ってライブを見てほしいなと思いますし、でそのままもしチケットを買わなかった人でも22時半からの YouTube の生配信だけは誰でも見れますん でそこでなんか気が向いたら投げ銭ポーンとか入れちゃっても別に全然 OK、 ライブは見たくないけどみたいな人がいても大丈夫ですとで、リトルキング拓也がじゃあ今日で、リトルキングタクヤ今日終わったらそのポイント数を発表しますんで、明日チョメピーやって、で、明後日は福ちゃんやって、で、最後俺がどれになるのかということでね、誰が店長になるのか、そしてですね、ビリになると黒魔道士ということでですね、まぁちょっと暗黒のライブハウス生活が始まるということで、じゃあ気合い入れていきたいと思いますので、皆さん、本日から4日間よろしくお願いします。